ハイシパーブウェブラジオ、ハイシパーブのハイハイキャスト。シュパーハッピーハイシパーブのレオです。シュパーハッピーマグラです。今週もこの二人でお送りします。よろしくお願いします。引き続きお願いいたします。お願いします。さあ、オンエア日4月8日になりました。はい、5年前の今頃、ハイシュパンチがスタートした。なんだってもうそんな経っちゃってるの。それではその当時の映像をご覧ください。どうぞ。これちょっとラジオなんで映像ないです。ごめんなさい、なかったです。なかったです、なかったです。これはハイハイキャストですが、当時の映像は多分 YouTube 遡っていただければ、うん、あるどっかで見れるんで。え、あんのかな。俺パンチの最初ないんじゃない。え、なんかね、切り抜きみたいなとか。あ、切り抜きあんのか。あとハイシュパーブチャンネルじゃなくて、うん、あのラブ&アートの公式チャンネルとかでちょこっとなんかあったような気がします。ダイジェスト的な感じみたいな。短いやつ。そっちぜひ見ていただき、繋ぎ着てるやつですね。あー、それそうです。おそらくはい、あのハイシュパーブの繋ぎ、繋ぎ着てマーク入ったね。はいはい、懐かしい。若干スタジオの雰囲気も違う。あー、そうですそうですそうです。よね、あれだよ、なんじゃもんじゃやったやつとか最初の方。それ最初なんや。それが一番最初らへんですよね。まあ、丸いテーブルみたいな加工の。あー、そうです、はいはいはい、上からこうカメラ、はいはいはい、やって懐かしい。あれ5年前らしいです。マジっすか。の今です。5年です。これが5年の物差しでいうとこの計りですよ。もう5年。そうですよね。1個、まあこう1個の単位というか5年って大きい数字ですからね、うん、まあ懐かしい感じはするけど、うん、小学生の時に感じた1年生から5年生になる時。いや、全然あっという間ですか。あっという間。今の方。あ、やっぱそう、うん、だって僕あの時19でしたよ。そうやんな、まだ未成年だったのが、うん、もう24になってしまったって考えると、そうやな、なんかえみたいな。早かった。あれっていう感じですね。これが5年という時間よ。なんか重いっすね。こっから体感的に 2,3 年ぐらいが5年になるから、はい、ちょっと長く感じると、短くなる。短く感じるのか。25を超えていくと、くるとやば。これ多分結構みんな共感すると思うんだけど、25超えると2,3年が5年ぐらいの単位にもなってくる。もうすぐ一瞬で来るから。でも俺ここ 2,3 年もめっちゃ短かったっすよ。あ、じゃあもっと早く感じるかもしれないですね。もしかしたら他の人たちより早く感じやすいのかも、うん、だからその時間をちゃんと数えた方がいいと思うから、うん、はい、まあ、日めくりカレンダーなのか、あ、はいはい、絵日記なのか。日めくりカレンダーは僕、うん、あのうちに松岡修造さんのある、はい、あります。毎日やればできるみたいな感じで。そうそうそう、やってます。一日をもう一個ずつ数えた方がいい。そうですね、確かに確かに、うん、あの言葉見て毎日頑張ろうと思います。いいじゃないの。はい、はい、というわけで今回は、まあ、ちょっと、はい、メールもねたくさん来てるんで、はい、後々紹介していきたいと思います。はい、お願いします、はい、それではそろそろ番組進めていきましょう。ハイシュパーブチャンネルからお送りしています、ハイハイキャスト。皆さん、このチャンネルいいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。お願いします。それでは今夜もハイハイキャストスタート。ハイシュパーブのハイハイキャスト。今回お送りするのは新企画、ヒーリングトークサロンシュパスパ。おい、新生活がスタートしてそろそろ1週間が経つから、はい、今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。慣れない環境で気疲れしていませんか。ん、そんなお疲れのあなたを本日オープンの当サロンスタッフのレオ&マグラが癒します。はい、愚痴や悩み癒して、こんなことしてご希望何でもお送りください。はい、お二人が誠心誠意を込めてあなたを癒します。はい、これって何ですか。これは何ですか。これあの実際は僕らあの BGM 聞きながらとかやってませんけど、はい、おそらくヒーリング的な BGM が流れてる中での、はい、せせらぎとかが流れてる中で喋ってる。なるほどなるほど。トーンです。わかりました。だからマグちゃんもこの感じで。わかりました、はい、ちょっと心の中でその、うん、音感じます。じゃあちょっと読んでみて、はい、次の俺のところ読んでいいよ、はい、うん、ちょっと感じて感じで読んで、はい、うん、今回からスタートの新企画です。あ、もっといける。 あ、いきます。あなたならもっといけるよ、うん、感じて。今回からスタートの新企画です。いいね。まあリスナーの皆さんからいろいろメールもらって、我らメンバーがヒーリングトークサロンのスタッフとして
癒してあげるってことですね。そういうことよ、マグラ。早速メール来てるみたいなんで読んでいきましょうか。そうね。じゃあ性別が変わってる、性別が変わってる、性別が変わってる。そこは変わらなくて、気持ち悪い。性別変わっちゃってんすよ、それだと。そうだね、はい、そう、あの男性で大丈夫です。ナイスナイス、はい、止めてくれてありがとう。はい、帰ってこれないとこだったわ。ごめん、危ない、もうちょい行ってたら帰ってこなかった。はい、じゃあメール紹介しようか。はい、そうですね。あ、戻っていいね。はい、戻ってメール紹介しよう。はい、はい、メールはそっちですね、こっち、はい、ラジオネームみのりさんからいただきました。ありがとうございます。レオくん、マグちゃん、シュパハビー。シュパハビー。突然ですが私の相談聞いてくれますか。はい、レオくんマグちゃんに聞いてしまうのはちょっと迷いましたが、はい、送らせてください。はよ。もし好きな括弧推してる人が複数にいたとします、うんうんうん、予定が被ってしまった場合どちらを選んでいいのかまだ私には分かりません。全国どこにでも行きたいのはもちろんだけど、やはり時間の都合もあるので両方はいけない。でも行きたいとなった時はどちらを選ぶと、べきですか。4月になりそうな予定がもうすでにあり、早急に教えてほしいです。よろしくお願いします。あと隠し持っているお仕事あったら早めに教えてくれると助かります。笑い。予定がもうすでにパンパンですが、組み込めそうなら全て足を運びます。ありがとうございます。まあこればっかりはね、うんうん、難しいというかね、僕たちも来ていただけるなら来てほしいですけれども、うん、まあさ、なんかもし先にその予定組んでる方があったらそっちでもいいのかなと思いますけどね。あ、自分の中での優先順位としては先に予定が決まった人から行くみたいな。そうですね、とか、まあ、情報が先に出てたからこっち組んじゃったなみたいな、うんうんうん、でもそれでもう、もう一つの方が気になるんだったら、うん、っ多分そっち行った方がいいし、あ、途中でも引き返してでも、あ、そう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 、そう、でも最初に決まってる方の方が行きたかったら、うん、もう決まってて行く予定組んでるから絶対行くじゃないですか、はい、でも後の方が、後の方気になって悩んじゃってるってことは、うん、もう後ろの方が気になっちゃってるってことだと思うんで、なるほどね、それは後者の方にしてもいいのかなって思います。割と、まあ、でも本当にこのみのりさんは全国結構どこでも行くって書いてるんで、すごいですね。だから北は北海道、南は沖縄まで行けるっていうことは、うん、俺やったら、うん、行きたい、うん、場所でなんかそういうイベントしてる人のとこに行く。なるほどね。自分のプライベートな部分も優先する。あ、確かに確かに。だって別にどっちも好きなわけじゃない。うん、はいはいはい、だったら自分優先してよくないって思っちゃう。確かに、まあ、東京と大阪で被ってたとして、うん、あ、でも大阪最近行けてないから行ってみたいな、そうそう、みたいな。今回はたこ焼き食べたい、うん、どうしても。じゃあ大阪行こうかな、うん、みたいな。あ、でも兵庫にも好きな人がイベントする。あ、でも明石焼き食べたいな。うん、じゃあ兵庫行こうかな。あ、確かに確かに。青森でリンゴ食べたいな。青森行こうかなっていう。青森3品6対4で飲みたいな。じゃあ沖縄行こうかなみたいな。熊本行こうかな。熊本に会いたいな。熊本に会いに行ってるやんか。どっちかっていうと馬刺しの方が。そうそうそう、なんかそういうプライベートな事情も込めちゃったらいいんじゃないって思っちゃう。うん、それめちゃめちゃいいかもしれないですね。そこをなんか多分人で優先順位決められないんだったら、うん、自分のしたいこととか行ってみたいとこがそこにあるみたいな。そう、なんか食べログとかでもいいや。ああ、確かに確かに。なんか行ってみたい店がここで見つかったって、うん、はいはいはい、プラスオプションでなんか見つける、うん、確かにと変わってくるかもな。ぜひぜひ、これは結構いい解決方法なんじゃないですか、うん、ぜひぜひ。3000円です。はい、ありがとうございます。3000円よ、あなた。これ指名料プラス1000円となります。はい、じゃあマグちゃん行こうか。はい、はい、ラジオネームミミミさんからいただきました。レオくん、マグちゃん、シュパピー。シュパピー、最近ハイシュパにハマったものです、はい、初めてお便りさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうね。今回は新企画ヒーリングトークサロンですね。前述の通り、私は最近ハイシュパを好きになったのですが、うん、私が家でハイシュパについて騒いでばかりいるので、この頃母もハイシュパにハマってしまいました。嬉しい。なので母と一緒にハイシュパのイベントに行きたいと思ってるのですが、母はこんなおばさんが行ってもいいのかなと不安そうです。そこで母が私と一緒にイベントに参加できるように、よければ二人から癒しの一言メッセージをいただけないでしょうか。よろしくお願いしますとのことです。いや、まあその僕はお姉さんって呼ばせてもらいますけど、はい、本当に僕はそのお母さんじゃなくお姉さんを、うん、一人の女性として見てます。それはちょっと問題があります。なんでですか。それはちょっと問題があります。なんでですか。なんで急にか、なんで片言になるんだっけ。なんでダメなんですか。僕は一人の女性として見ます。ダメだ、ダメです。素敵な女性、いいですけど、いいですけど、でもおかしいけど、綺麗な女性なんですから。そうですね、会いたいです。女性は皆さん綺麗ですから会いたいですよ。会いたいですね。どうすればいい、はい、どうすればいい、これ。いや、会いに来てよ。そうですね、
そうそう。でもしかもその空間、その僕らと一緒にいる空間だけはさ、うん、そのもうワンツーマンというか、うんうん、1対1で楽しみ合いたいなって俺は思っちゃうのね。てかあんま気にならない気がするっすけどね、うん、まあ、あの過信してるわけじゃないですけど僕たち自身のことを、うん、なんか僕たちももっとなんか周りのこと気にせずのめり込めるというか、うんうん、いうねステージだったりとか、ね、イベントにしていけたらいいなと思ってるので、うん、あんまり気にせず参加していただければ嬉しいなと。そうしたいし、そういう空気作りも俺たちもやりたいし、うん、みんなもね、うん、すごい協力してくれるからきっと周りも気にしないと思うし、うん、本当にたまにですけど、うん、男性の方とかね、うん、いらっしゃってくださったりとかもしてるので、本当たまになんだけど、ね、本当にたまにですねでも嬉しいですよね、うん、まあ、もしかしたらカップルで彼女さんが連れてきて、ねうん、くださったのかもしれないですけど、それでもわざわざ僕たちのライブだったりイベントに遊びに来てくださる方もいるので、全然あの気にせずみんなも連れてきて、はい、ね、連れてきていただければ嬉しいなと思います。お話ししましょうよ、うん、MC で僕らもあの話しかけたりとかすることあるんで。そうだし、今回リリースイベントでね、うん、久々のハイタッチだったりとか、ありますからね、初めてのファイブショットチェキだったりとかね、ありますからね、はい、ありますので、うん、まあ、そこでまたねみんなともっともっと距離近くね、うん、していけたらいいなって思うので遊びに来てください。ぜひ。そうだよ、はい、僕らにあの全て身を任せてください、うん、もう委ねてくれれば、はい、もう完璧です。それじゃあ、はい、次行くわね。まあちょっとまた出てきてます、うん、またちょっと出てきてる、ラジオネーム千秋さん。千秋さんありがとうございます。レオスさん、マグラくん、シュパハッピー。シュパハッピー。お話を聞くのが特にお上手なお二人によるトークサロンの開催、とてもワクワクをしていますパソコン仕事で常に体が凝ってしまうので、はいはい、心までほぐしてくれるような一言か、よく聞くストレッチ方法などをください、はい、できればどちらも欲しいです。なるほど。新しい情報がたくさんで夏に向けてもっともっと応援できることが楽しみです。どうか、親身ご自愛くださいませ。はい、うん、ありがとうございます。ありがとう。ねえ、座り仕事って肩腰、ね、結構いたわってますからね。だから海外とかだと、はい、デスクに座らずに、うん、デスクワークみたいな、うん、椅子に座ってやるソファーとかなんかいろいろね、じゃなくてこのチェアが立つのよ。え、ハイチェア的なことですか。チェアも立つし、このデスクも上に上がる。へー、ウィーンって。面白い。あ、そのずっと座りっぱになんないで済むようにとか、もう立ってやる人もいるし、うんうん、腰掛けたいんだったらこうコーンってこう後ろにもたれるぐらいの。なんかあれもありますよね、あの海外の Google とかだと、うん、あのこういうビーズのソファーあるじゃないですか、ヨギボみたいな。ヨギボみたいなやつ、あれでこうカタカタしてたりとか、うん、それは解決方法に、会社の方針よりダメになる可能性もある。会社の方針なんで気持ちええけど、ですけど、まあ、ストレッチはなんだろう、肩甲骨剥がしとかめちゃめちゃいいかもしれないですね。おー、やるそういうの。まあ、たまに、うん、まあ、あれは自分じゃできないんで。あ、そっか、やってもらわないと。剥がしてもらわないと、まあ、中にこう指ググって、はい、でもあれってめっちゃ肩軽くなったりするんで、うんうんうん、まあ、そういうストレッチだったりとか整体行くのもいいです し、うん、し近くにやってくださる方がいれば、あれは多分見よう見まねでもできるんで、剥がしぐらいだったら。そうだね、俺結構自分でやるけどね。あ、本当ですか。自分でできないけど、そういうのできないけど、うん、なんか可能な限りは自分でやるように、うん、なんかブルブルって震えたりとかするのとか、 ありますね。あとなんかストレッチポールとかね、あのゴリゴリした。そうそう、ストレッチポールのなんか筒のやつを背中にこう、まあ、真っすぐ背骨に当てて、うん、ちょっと寝転んでみたりとか、うん、なんかいろいろ調べると出てくるんだよ。そうですね。で、結構苦痛じゃないのこれって。そうなんです。筋トレはまあ確かに苦痛なんだけど、うん、ストレッチってめっちゃリラックス効果あるし、なんかテレビ見ながらとかね、うん、できますしね。でスタイルも良くなるしさ、うんうん、筋トレも大事だけど、筋トレよりももしかしたらストレッチの方が大事な時もあるんで。大事かもしれないですね、はい、誰でもできるし、うん、ストレッチポールはめちゃめちゃテレビ見ながらとか動画見ながらやってる人めっちゃいると思うんで。ボールとかもあるし、ね、あのちっちゃいね、ちっちゃいテニスボールぐらいのやつとかもあるし、うん、あれね、こうどうやって使うんやろと思うかもしれんけど、うん、使い方分かったら、うん、めっちゃ体柔らかくなったりとか。そうですね。あと体柔らかくなると軽くなるんよね、うんうん、血流も良くなって。確かに。だからより疲れづらくもなる、づらくもなるし、思いますし、毎日さ、はい、その何やろ、重りみたいなのを背負って生きてるみたいなさ。そうですね、頭がだけで10キロぐらいあるんで。そうそう。でもストレッチ毎日やってる人とか体軽い人たちは、うん、その世界、同じ世界生きてるけど、うんうん、もう軽さが、ね、あとアウター10枚ぐらい着れるみたいなさ軽さあるわけやん、うん、だから本当にね、体柔らかくしたりとかストレッチするのは、うん、体も温まるし。そうですね、うん、冷え性とかの方にもいいし、
まあなんかどこがいいんだろうね、まあ、YouTube とか動画で見るのが一番わかりやすいのかなと。まあそうやろね、思うんで。なんかテレビに YouTube つなげたりとか、 YouTube で見れるテレビとかやったら、うん、大きい画面で一緒に寝る前にやったりとか。確かに確かに、あると思うけどな。簡単だと思うので、ぜひぜひやってみてください、うん、布団の上とかベッドの上とかな、うん、広いところでやってください。はい、うん、じゃあそんな感じですかね。うちのシュパスパは、はい、まだ、閉店時間までお時間はあるようなので、はい、インスタアンケートの方も後ほどおまけ配信でやらせていただきましょうか。はい、はい、そうしていきましょう。というわけで、はい、たくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。リスナーの皆さん、少しでも癒されてもらえたでしょうか。はい、ちょくちょくこのコーナー続けるの、お続けていくの、これ違うメンツでメンバーでまたあの違うあのキャラクターも出てくるかもしれませんそうですね、はい、お待ちしております。はい、ハイシュパーブのハイハイキャスト。あ、さて、あっという間にエンディングの時間です、はい、この番組ではリスナーの皆さんからのメールを大募集しております。おい、番組の感想はもちろんのこと、メンバーへの疑問・質問・悩み相談・お願い事など何でも OK です。新企画もよければ送ってください。そうですね、この動画の概要欄に記載のメールフォームよりお送りください。はい、ここで僕たちハイシュパーブからお知らせですよ。毎月1回ハイシュパーブのハイシュパンチを発信しています、うん、次回の配信日は公式ツイッターにてお知らせいたしますのでご確認ください。はいよ。そして僕たちハイシュパーブ7枚目のシングル「ブリンブリンパーティー」が5月31日に発売決定しました。ありがとうございます。よいしょ。今回はリリースイベントも盛りだくさん実施させていただきますので、はい、ぜひ公式サイトやツイッターで詳細をチェックしていただいて、たくさん、はい、足を運んでいただけると嬉しいでございます。はい、さらに今年の夏もライブの開催が決定しております。あるよ。ありがとうございます。詳細はですね、後日の発表となりますが、セブンスシングルブリンブリンパーティーにライブの先行チケット抽選応募シリアルナンバーが封入されてますので、そこを皆さんぜひお待ちください。はい、まあなんかいろいろ出てる時期になってんのかな、この。そうです ね、まあ、リリースイベントの場所だったりとか、もしかしたらミュージックビデオとかはまだ出てる？出てない。出てないですかね。それはまだ言わない方がいい。でもあんだけジャケ写とか出てたらもうまあまあ、まあ、そうですね、一応その中に、ね、CD の中に映像、うん、DVD も入ってるやつはあるので、まあ、その前にちょっとずつみんな情報を知ってる感じかな。うんうん、まあぜひ足を運んでいただければ嬉しいなと思います、はい、一緒に踊りましょう。はい、むずこの番組は毎週ハイシュパブ公式 YouTube チャンネルにて放送予定です。情報は追って公式 Twitter などで告知しますので、ぜひフォローしておいてください。はい、そしてこのハイシュパブチャンネルいいなと思ったらチャンネル登録高評価もお願いします。お願いします。それでは今回のハイハイキャストはここまで、また次回も聞いてください、はい、ということでお送りしたのはハイシュパブのレオとマグラでした。また来週。